こんばんは。こんばんは。お疲れ様。おはよう。大好き。忘れしかないやん。ありがとう。ピンクだよ。こんばんは。サーヤンです。高尾さやかです。うん、お気に入り部屋着。今日はストレート。今日もか。さっき昨日だっけ。あれ昨日だっけ、髪型違ったの。分からんくなってきた。サイアンだよ。まあピンク。もうお風呂入った。フィッシュボーンは昨日か。洗ったよ。ほら洗ったよ。洗っちゃったの。洗ったよ。本当に昨日のこと私昨日と思ってないからね。もう昨日の分も入ったし今日の分も入った。もうすでに。だからもう寝るだけだよ。洗っちゃった。洗っちゃったっていうか洗ったよ。高尾炭治郎さん、のぶさん、やっしさん、ぬまっつさん、なおなおさん、さとるんさん、せいやんさん、まいせんさん、えいちゃんか、F 渋谷さん、たけさん、ほに太郎さん、ひだりんハットさん、ゆうさん、F 渋谷さん、くにひこさん、なりばあさん、よしひらさん、ほうさん、きょぴさん、バルタン太郎さん、ふうくん、ミシェルボイさん、ありがとう。昨日も入った。かわいすぎる。嬉しい。もうメールで外したからね。まさとしさん、おやびんさん、コックさんのしげさん、キックさん、せいやんさん、めっちゃ可愛い。ありがとう。ありがとう。よしとさん、56さん、大西くん、くもはさん、みそさん、ありがとう。確かにお風呂入ったってという質問。なんかちょっと冷静に考えてみたら普通に答えてたけど、ついさっきメール取りました。ついさっき。ありがとう。楽しみに。もう本当に日常を送ってますね。大掃除お疲れ様。イエーイ。そう、あのね、お話し会が、私研究生がストレートおろししかダメなんですよ。だから昇格もしできたら多分お話し会とかもヘアアレンジ多分大丈夫になると思うから、それまでですね。
からそう直接だとお話し会ではね、そう多分統一でストレートおろしだと思うんですよね。そうなんですよ、私がヘアアレンジが苦手っていうのもあるんですけど、そうなの、アフロ、まあでもそのストレートおろしし、おろしおろしし、おろししかできない時期も楽しんでもらえたらなって思います。逆にそれしかできない時期はもう今しかないからうっしっし思い出すよね。何でもかいありがとう、一番かい、ありがとう。でもストレートおろしが好きっていう方もいますからね。でもいろんな自分を見たいって思う方もいますもんね。そうそう、ポジティブよ。おろしし誰誰誰、自分かわいいって、ありがとう。アフロが好きです、言ったな、絶対絶対言ったな、どういうこと絶対言ったなってどういうことねえ。大根おろし、あ、最初からクセ系なんですってねいや多分絶対言われるよ、高尾そんな髪何ってもう私は無理、答えられない。私は答えられない。アフロ好きじゃないよ、好きじゃないって、好きじゃないっていうか、うまない、うしし、こんばんは、ララ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 さん、ララララさん、もう何でも、そうね、もう何でもみんな絶対可愛いって言ってくれそう、可愛いって言ってくれそう、みんな。でも多分アフロはないと思う多分ないな、多分だけど、もしかしたらいつか何かのきっかけであるかもしれないけどさ、多分ない。てかアフロって何、まずなんでアフロになった、いつからアフロになった、つね、本当に言ってる、アフロ、あー私がアバターアフロにしとったけんか、コココさんの真似で、ココさんがアフロやったけん、どういうこと、いつもと違くねって、どういう、どういう目を想像してた、知り合いにおすすめしてもらってきました、おお、ありがとう、誰だろうありがとう、
直吉さん、あおちゃん、りんさん、かずさん、楽しい時間、にゃんさん。高尾炭治郎さん、せいちゃん、みそさん、えいちゃん、おにしくん、ありがとう。そう、知り合いに不思議なことをおすすめされてきましたね不思議な子そうなの。だからすごい今日知り合いの方たくさんありがとう。ままさん、太田さん、ウェイ、ゆかの人。そう、メールに送る写真って私めちゃめちゃなんかあのナチュラルっていうかですよねって思った。ふとめっちゃ髪ボサボサやったりするし、日ん金曜のゲバントに向けて今日うちは作ったよ。ありがとう。サヤンウチだかな、覚えてないな。タンス作る子、私も身長測った、すごい詳しい。私身長160ね、153.6 ぐらいでしたよ。え、今日自主練メンバーのみんなが160ぐらい全員あってびっくりしたんだよね。そう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 、伸びたかわかんない。153.4 ぐらいだった気がするから、もしかしたらちょっと増えてるかもしれないけど分かんない。みんな160だった。パセリとアンピーとミホリンとパンちゃん、みんな160超えてた。びっくりした。見りたいんだよ。キュンです。こんばんは。うん、は、難しい、なんて読むだろう、なんて読むだろう。ありがとう。重いの、うん、そう、今日の18時からあれだね、広島の直接会ってお話し会の受付が始まってますね。よろしくです。あとツアーの申し込みも今日から始まってますね。そう、広島の、広島会場だ、最後ですね。明日七夕か、へえ、早いな。もう7月になってから1週間経つんだな。そうそう、パセちゃん160あったんよね、勝手にだけど。158かそのぐらいと思ってたからさ。
7月早いね。そう、スケジュールごちゃごちゃなりそうですよね。七夕バタバタちょっと面白かった。563日目、イエーイ。アンナちゃん 159.5 だったって。え、そうなの？え、160何回なかったっけ。おめでとう。あ、唐辛子さん、あ、ありがとう。振り仮名振ってくれて。アンピア160ない。あれ？あれ？そういう話じゃなかったっけ？ちょっと、あれ？うん。なんか160だったみたいな言っちゃってた気がした。違ったんだ。なんか全員160かみたいな言ってたんですけど。何？怖い。よし。ループしちゃった。うっかりあんこさん、メガバイトさん、直樹さん、リクトさん、ありがとう。そうそう、なんかさ、耳の後ろが痛いのってあれですよね。多分クーラーのですよね。私いつもそのクーラーとかさ、あんまり耳に合わなくてから、今日ずっとなんか耳の後ろらへんが痛くなったりしてから、目の疲れなんかな、それかクーラーかな。そうそう、耳の後ろ、リンパっていうのかな。なんか時々扇風機の風にが耳に当たりすぎたら、すぐ耳が痛くなるんですよ。だからいつもね、あの扇風機私直に当てれないんですよね。いつも足とかにわざと当たるようにしたりとか、壁に向けてして空気を巡らせるような形でねしてるんですよ。そうそう、私そういう感じなのよ。そうなのよ、痛いのよ。あんまりそういう感じじゃなかったのかな。あれ、もしかしてこういうのってレアなのか。私は、え、そうなの、レアか。そう、何、直風、風を直接体に割り、あ、そうなんだ。だからあのね、その扇風機とかよりなんかあのかばそよ風、自然な風は OK なんだけど扇風機とかその人工的な風がなんかね、耳に、あ、女性にはそういうこと、あ、クーラー病とかあるの。そよ風爽やかな風ね。あ、なんか首を冷やさないようにしたいんですよね。手首、足首とか首とか。私寝るとき絶対首を温めとかないと喉が痛くなりがちだから、いつもここまで布団をなしてる、喉らへんまで。あ、体温が下がってもそういうことかな。あ、そうなんだ。あ、なんかこう
だからここが痛くなったら、あ、なんか扇風機当たりすぎたかなとか思ったり、あとクーラーかなとか思ったりしますね。そうだけど私は扇風機もさ、そういうあんまりなんだろう、弱い風っていうか、そういう荒い風っていうかにならないように扇風機の羽が多いやつをね選んだんですよね、去年かな。なんか扇風機の羽が多いほど自然に近い風になるみたいな。見てから多分羽がね多分6枚ぐらいかな、6枚羽だっけ、ちょっと忘れちゃったけど、そうそう、去年はなんか急に高尾ショッピングみたいなのでなんかショールームってなんか選んだんですけど、そうそう、サーキュレーターとも迷ったけどね、二重反転プロペラすごいね、3枚多分めちゃめちゃ強いでしょ風が。え、60枚60枚入る60枚入るんだ。そうそう、でも5枚が普通な気がする。そうそう、風が優しいんだよね6枚は。そう、今さ羽ないやつありますよね。60枚入るかなあ、ジェットエンジン、そっち系そっち系かもう垣根を越えてる系ね、もう扇風機じゃない系。コンビニの扇風機、教室に扇風機ついてるよね。でも今はクーラーなんか、今っていうかえ、昔って、昔クーラーあったっけ。中学校の時ってクーラーないですよね、扇風機だよね。そう、今の時代はもう扇風機が羽がないよね。私はいつの時代そう、私なかったよね確か。多分これは違うね、多分なんかこう場所によって違うかもしれないけど、確かなかったよね、記憶がないんです、ない、んある。そう、あ、なんか扇風機がないところもありますよね、いろんなとこあるかも。そうそう、だから下敷きしかないみたいな下敷きもね、うん、自画自賛じゃない、何だっけ、自賛だからそう、でも同世代だからね、みんなと私は。うんうん、そうそうそう、ああそうだよね、そう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 、下敷きめちゃめちゃ涼しいよね下敷きの涼しさすごいよね、教科書とかよりも全然下敷きの方が10倍ぐらい涼しいもんね、すごいよ。でも下敷きってすぐ汚れちゃうよね、なんだろうあれ、すぐ汚れちゃう。え、待って、下敷きパタパタしすぎて何回折れたかって、待って、それはしすぎ私折れたことはない、さすがに。どんなパタパタ、
あー、涼しいのが一瞬、確かに。なんかわかるかも。だんだんとちょっと涼しいのがあれかもしれない。え、折れるの下敷きって？下敷き禁止の学校も、あ、そうなんだ。会社に下敷き持っていく検討確かに会社とかでも使える。すごい、中学2年生の方がいるんだ、すごいな。え、折れるの下敷きって折れるん？え、待って、折れる方、え、待って、結構いるんだけどあ、そういうもんなの。あー、下敷き仰いじゃダメだよみたいな。あー、まあもしかしたらそういう用途じゃないからっていうのもあるかもね。でも今考えたらさ、めちゃめちゃ暑いところにいるのってもうなんか怖いよね。今考えたら、なんかさ、夏の頃ってさ、いかにこの下校するまで水筒の中のお茶を残すかみたいなことをやってた。もう絶対寝る前で帰る頃、下校する時に絶対喉が渇くから、それまでもうどれだけこのお茶を温存するかって。結構友達みんなさ、もうないよね、お茶が。でさ、魔法瓶だったからさ、私持ってるやつが、だからずっとね、冷たかったんよ。初見です、ありがとう。てずてずさん、ありがとう。高橋彩香です。え、水筒持ち歩いてないの？あー、そうそう、なんか、ね、水を飲んだりね、学校の水を入れるすごい、水を入れたりするね。確かに。え、水筒持ってくのって、持ってかない方もよる。あ、氷をいつ食べるか。確かに、ちっちゃい子って氷めっちゃ好きだった。うん、コップ付きだったかな、どうだろう、コップだったかな、なんか違ったかも、蓋付きだったかも、こうボタン押したらポーってなるやつ。ジュース入れたことあるジュースね。あ、やっぱ様々かもしれない。確かに学校によってそれは違うかもしれない。最近水筒重い、水筒重いよね、めちゃめちゃ重いよね水筒。そう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 、ポンってなる。もうお茶がなくなったらもう水道水飲んでたかもしれない。私もさすがに水飲まなやばいもんね。水筒よって、それはちょっと違うやつ。待って、頭から水かぶってた。また新しい回が出てきたもはや水を飲むっていうよりもとりあえず頭からかぶるん。水筒よって、ね、水道ね、水ですもんね、出てくるの。でも愛媛の方はみかんジュース蛇口があるから、それを私は飲むのがね、夢なんですよ。水道よでもいくら私がこう水をお茶をさ残してもさ、結局友達がさ
ちょうだいって言うからさ、結局自分のなくなるよね。ちょうだいって言われたらさ、もう嫌だって言えんけんさ、自分のがなくなるだけだった。そうだよ。しかも一回喧嘩してたことにもうなんか言われて、でもさすがにもう嫌だって言えんけん、あ、いいよ喧嘩してるけどみたいな。さすがに喧嘩してるね、人にお茶ちょうだいとも言う勇気が。まあそれでなんかちょっと仲直りみたいな感じだよね。そうそうそう、そこで若い。そうそう。だからもうすぐ帰るしかないよね。禁止。なんかそお茶じゃなくてそういうスポーツドリンク入れてる人も、あ、なんか私持った友達になんかお茶じゃなくてなんかねジャスミンティーみたいな入れてるね子いました。やっぱりでもそういうちょっとレアなものを持ってくるとやっぱりすごい人気になるからすぐなくなっちゃうよね。それもそれで。おしゃれだよね。もうなんかちょっと香りでわかるよね、ちょっとジャスミンティーの。レイボスティーも美味しいよね。レイボスティー入れてる、すごい。今はど何でもいいの？今は何でもいいんですかね。何でもいいのかな今は。なんかお茶しかダメっていうなんか暗黙のルールみたいなのあったか分からんけど。あー、なんかペットボトルを凍らせてくる、いたかも。あ、ジュースじゃなければ OK。 確かにジュースはなんかちょっとなんかちょっとねって感じあるよね。ちょっと学校っていう感じがしない感じはあるよね。でも全然もうジャスミンティーとかでよければめっちゃいいけどね。まあ、お茶は何でも美味しいけど。あとね、スポーツ飲料とかね。スポーツ飲料はなんかいい感じする。もう今は今やっぱりもう熱中症怖いし。そう、氷系結構さ、氷だからさ溶けるのが結構時間かかるよね。マジか。あー、桃の天然水あれは水って言っていいんか、桃ジュースって言っていいんか。今日も好き、ありがとう。遠足ね。そう、なんかさ時々なんかそう部活とかさ水飲んじゃいかんみたいななんか謎のルールの時あるよね。なんか水飲もうと思ったらみんなが頑張ってるのに自分だけみたいなありますよね、そういうルール。
ねえ。な、本当に今は今はなんかもうとりあえずって感じ。とりあえずもうね、熱中症にならないように。そうそう、あるある。だから今もさ、なんか多分そういう象徴、そういうのが残ってる感じがして、だからなんかレッスン中とかもね、そう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 、なんか水飲んでいいかなみたいなちょっと思うんですよね。なんか聞いてくる子も嬉しい。私はもうそう聞かれたら飲みって飲みって。取った方がいい、絶対取った方がいい。飲み。私世代っていうか、うさぎ跳びは私文化部だったからしなかったな。多分運動部だったらしてたかもしれないけど、ダニじゃない。今は本当にもう誰かが飲んでないからとかじゃなく、飲んだ方がいいなって思う。だってそれでさ、自分がさ倒れちゃったらさ、もうその責任はさ、うんね、どうなるのだなるか。うん、うさぎ跳び知ってる。なんか多分どっかの漫画とかで読んだな。タイヤ引き、タイヤ引きタイヤ引き懐かしいね。私もタイヤ引きしてない。タイヤ引きってあれですよね、タッチですよね。タッチかな、なんかしてたような。こんばんは、ありがとう。うん、懐かしいな。いや、私もその小学校の頃に読んでたから、タッチを。なんか懐かしいなっていう思いがある。かわいいです、ありがとう。たやきしてた。重たそう。あー、サングラスかけた監督ね。サングラスかけてるよね。タッチはなんで読んだんだろうな。多分そう、なんでだろう、なんかいつの間にかあったな。私が買ったかもしれないな。結構小学校の頃めっちゃ漫画とパソコンが好きだったから、常にもう本屋さん行ってなんか漫画読んで買ってきて読んでみたいな。タイヤ引き、あ、そうだね、お父さんに勧めたかも。お父さんに勧めたのはそうそう、タッチと多分ドラゴンボールとですかね。リリアですわ。電車のタイヤチューブに砂を入れて体に巻く。なんか痛そう、重そう。あとはなんだろうな、あとなんか見たかな。あと犬やさ、犬夜叉も超途中まで揃えたけど、なんかなかったんだよな、全巻なくて。
少女漫画はね、少女漫画はなんだかな、ちはやふるとか、あとね、そうそう、あれだ、嘘、うん、彼女は嘘を愛しすぎてるだけだ。とかとかがめっちゃ好きで、うん、すぐ発売されたらすぐ買ってた。あ、花壇も読んだ読んだ。なんかね、小学校の頃の友達がめっちゃ漫画好きで、もうその子の家に行って漫画をね、めちゃめちゃ読んでた。その中に花壇もあった。ちはやふるはね、英語も見に行ったの。あるあるだよね。うん、ちょっと友達、そう、一人おれたけど全然。そう、めっちゃ言ってた。なんだろう、結構ね、結構パラッと読んだことはあるんです。あとね、そう、めっちゃね、なんかね、交換とかしてたんですよ。なんだかな、そう、大原桜子さんのやつ、映画化されたやつ、あれは私はね、そう、一巻の時からずっとね、買ってたので、映画化されたからびっくりした。マーマレードボーイの聞いたことある、ランマ聞いたことある。いや、ドラゴンボールは貸してないな。なんだっけな、本当にもうね、今あの実家にあるから全然読んでないんですよね。なんだかな、思い出せ。あ、なんかあれも読んだな、なんだっけな、死神のやつ、本はなんか小説だけ持ってきたんですけど、漫画とかはさすがに重くてね、持ってきれんかったな。ブリーチも読んだ。D グレーマンだ。 D グレーマンっていう、なんかあの、なんだろうな、これめっちゃハマってたな。とか、あとね、少女漫画はこの先生君主とか、
これ友達が持ってて読んでた。ヒロイン失格とか、この幸田桃子さんが好きで読んでた。これこの前も言った気がする。そう、浜辺美波さんの。ヒロイン失格。面白すぎた。ヒロイン資格は本当に、あの映画も見ましたよ。ストロボもなんか読んでた。そう、漫画ね、結構見た。でも高校卒業してから全然なんか読まんくなったな。読む時間もあまりなかったしな。雑誌とかもめちゃめちゃ買ってたんですよね、高校生まで。私はそう、セブンティーンとかラルムとか、もうめっちゃいろいろ買ってて、それを買って家に持ち帰ってリビングで机に広げて読むのが好きだった。今はね、そうだね。多分漫画読むとしても電子版で読んじゃうな、多分。そう、ノンノともいろんなの買ってましたね。ラルムは絶対買ってた。そう、セブンティーンね。なんかそんなあんまり高い洋服とか買えなかったから、高校生の時は。それを見てなんか買った気になって、なんか可愛いなと思ってそれでも満足するっていう感じだった。でも今はもう雑誌も電子ですよね。すごいな。ランズキも買ってた。でもそれ雑誌買い始めたの私小学生の頃からなんですよね。そっからピチレモンとかなんかとかになったり、ニコラとかになったり、それからそうどんどんと成長していくにつれてそのセブンティーンとかになったり買っていったんですけど、そう、付録もねすごい好きだった。付録も結構好きだった。そう、ビスもね。あとは、うん、でも今もすごい気になるんですけどね、雑誌。今はまた付録すごいですよね。そうそう、だからね、家にめちゃめちゃいっぱいあると思う。でも一回なんかお父さんが結構断捨離が好きだから、一回すごい断捨離されたような気がする。めっちゃ残してたんですけど、こう押し入れの中に。そうそうね、付録ああいう時ありますよね。うん、そう、ずっとね持ってたかったんですけど、
こんばんは。いや、勝手にではないけど半ば強制よもうノーとは言えないぐらい。さすがにこれだけはみたいなやつは残してもらいたいけど さすがにこれだけだみたいなそうそうそう、そうなんです。和弘さん、 A ちゃん、キチネさん、釣りけんさん、ありがとう。このギフトの表示が更新してから、更新っていうかアップロードしてから変わったからね、ちゃんと読めてるか分かんないんですけども、アップデートだ。そうなのよ。で足がね、だんだんと痛くなってくるよね。そろそろ質問しようかな。自分の好きなものばっかり話してた。後ろ、あ、これはあれだ、リングライト全然リングライト使ってないな。結局本当私の好きなもの話して食べちゃう。女優ライトですありがとう、そんな風に言ってくれて。なんだろうな、顔がめっちゃバーってなるけど、でもちょっと光がね強いね。おー、ありがとう。じゃあ質問していこう。百の質問コーナー、イエーイ。連続配信563日目ということで、今日は63番ですね。63番は記憶力はいいです。記憶力、いいと
思う。いいか悪いかって言われたら いい方だと思います。連続配信すごいありがとう。さっきちゃん、そう確かに昔の話いっぱいしてた。後から言いそう。確かに人物に関してはいいと思う。可愛いです、ありがとう。そうだね、振り覚えとかはねあんまり良くないけど、でもそういう人物系は覚えるの早いかも。小さい子の記憶はそうだね、消えかけてはいますね。でも幼稚園の子の同級生の名前まだ覚えてるよ。大人っぽい、お嬉しい。あと人の名前を覚えるのが好きだから、名前が好きなんですよね。だからその漢字とかも多分メンバーは全員覚えてると思う。私ただこう覚えようとしないと覚えないから、覚えんどようにしとこうと思ったものは全然覚えれん。だけどそうファンの方の本名もね、そうファンの方の本名は多分あんまり覚えちゃいかんのやろうなっていうちょっと潜在的な本能があるから、あんまり覚えてない時がある、うん、そう。そうですそうです、そこは出てこないです。そう何か潜在的にちょっと思ってますね。それはでもメンバーとかは覚えてる、多分全員書けると思う漢字で、何か難しい漢字以外は。感じの記憶力はいいですね。またしこってた。よいしょっと。誰が難しいかな。でもみんな書けると思うんだよな私。あーリンコちゃんとかは確かにリンがね難しいかも。
確かに。りんこちゃん難しいかも。うん、酸っぱい方も書けると思う。でもそうだね、難しい漢字以外は。うーん、あー、やよちゃんの時の中広の広がちょっと難しいな。あ、くうかさんの難しいかも。あの下の名前は書けるけど、広島のヒロ、やばい、字をこう一直線見てしまったらちょっと目がぼやけてきた。一番簡単、確かにミーヒンさんが一番、うん、書けるね。かわいいです、ありがとう。ふみライライさん、ありがとう。うん、ですです。感じかな。でもかといってね、なんかね、覚えないときは覚えねえから、そうそう、あんまり信用しないでね。歌詞ね、歌詞も覚えやすいと思うけど、どうだかな、あんまり立証できないよね、こういう記憶力系は。そんな感じだ。うん、私結構名前漢字で、漢字は憧れありますね。炭酸せんべいさん、ジョニー平手さん、アーツさん、キチネさん、ヒデのヒデさん、トッシーさん、ありがとう、キチネさん。でもそうそう、ひらがながいいよっていうの結構言ってくれるみんな。さやかです。確かに覚えやすいよね、なんかあの読み間違いはないかもね。
あと書きやすさはありますね、名前の。テストの時とかね、結構良かった気がする。確かにひらがな探しやすいかもね。確かに門脇さんめちゃめちゃ格差あるな。ありがとう。でもさやかちゃんっていっぱいいたよ、クラスとかにも、学年とか、あとアイドルにもいっぱいさやかっていますしね。なんかいっぱいいる。さやか。でもひらがなさやかは会ったことない。いらっしゃいますよね、さやかとかあやかとか。同級生、私のことさやかって呼んでた。超普通だね。そんな仲のいい、なんかクラスにね、クラスに同じさやかいても、なんかもうそんな超仲良しとかじゃなかったからね。全然さやかですよ。そんな私のこと呼ぶ人もあんまりなかったし。ひらがなさやか呼ばれ方か。お、ほんとだ、11,161人の方、ありがとう、見てくれて。 ST48 ミキ研究生の高尾さやかです。さやんって呼んでください。よかったらフォローしてね。ハートがピンクだよ。呼ぶ人好きです、ありがとう、トミーさん。フォローしたわよ、ありがとうわよ。多分そう、多分皆さん、多分一人はさやかっていう名前の人に出会った。そうですね。でも私に出会ってるからも出会ってるよね。名前の由来はね、爽やかなさやかです。爽やかな子に育つようにのさやかです。そうだよね。爽やかに育ってる。誰がつけてくると、お父さんかな、わかんない。本当は愛か、本当は愛かちゃんってかもしれんけど、さやかになった。爽やかに
育つようにでさやかです。それだけ由来は。でも結構生まれた時に決まるっていうのもありますよね。そう、愛花、愛花は愛に香るの花で愛花ですよ。ユダさんはスミレから勇気。へえ、そうなんだ。全然勇気ちゃんって好きですけどね。うん、そう、それはそう、愛花だったらひらがなじゃなかった感じだった。愛花じゃないよそう、アイアンか、アイアンだったかもしれんねおせしかないやん、アイアンだったかもしれんなに、アイアンもちょっとアイアンでもちょっと最強みたいな感じですね。確かにちょっとヤンじゃないかもしれないね。さやかのサヤンだから。でもよかったな、じゃあさやかでよかったな。やだよ、アイアンマンはニックネームニックネームアイアンマンやだよ。トッシーさん、ピーヨコちゃん、ヤツバさん、ロックオンさん、石平さん、サトルンさん、キチネさん、メガバイトさん、エイちゃん、ありがとう。ごめんね、アイアンマン好きだからそんなこと、ごめんねごめんね。でもさニックネームアイアンマンだよアイドルだよ、アイドル。いや、もしかしたらいいかもしれないけどね、そういうアイドルがいても強そう感がある。もしかしたら最強という意味ではいいかもしれないけどうん、強そう、びっくりした。でもアイアンも私も好きですよ。なんかアベンジャーズって見てて楽しいですよね。しかもアベンジャーズのその一人一人についてこうスポットライトを当ててまた一つの物語ができるのもいいですよね。もう全部見たいもんだし、全制覇したいもん。一人一人あるもんな。ちょっと全部本当に一気見したい。一気に見たい。うん、いいですよね。最強だなと。そうそう、新作あるよね。そう、この前なんかあの100人の壁みたいなやつで、そのアベンジャーズのやつがあって面白かった。忘れしかないやん。ねえ、楽しいですよね見てて。
私アベンジャーズに入るん私アベンジャーズ入ってもいい？そう、99人の壁そう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 、佐藤二朗さんの。あ、100人って言った私え、100人って言った99人だよね、間違えちゃった。一人多かった一人言ってた、間違えた間違えた。でもドラゴンボールのところが結構私も分かった。ドラゴンボールのね、そういう頭ですよ、そこも分かった。なんかピッコロがあのご飯のことを守ってる時にピッコロが言った言葉みたいな、お前といた時間これはわかるよみたいな。でもやっぱりだんだんと難しくなっていって分かんなかったけどね そう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 。そこは分かった。違うよ。でもそれって一つのことになんかこうプロっていうか、詳しくなるのっていいですよね。夢中になれるものがあるっていいですよね。99人の中、いいよね。やっぱりこう夢中になれるものがあるのとないのと、まあいろいろありますからね。全然何にも興味がないっていう方もいるし、って思った。私はアイドルが好きで、そのアイドルを見てこう元気をもらったりするのってもいいなって思う。でも私はちょっとね、何のジャンルって言ってもそんなあんまり自信はないもんな。99人の壁ができるぐらいには、ありがとう。だんだんと喉が乾燥してきた。私は寝るだけですね。趣味サーヤンっていいじゃん、ね、乾燥注意報。こんばんは、ありがとうございます。まだ右行った。寝る子は育つ。もう半分寝てる。そうそう、もう私はアイス食べたけん先にもう食べんでいいです。
最近早く寝なきゃと思うんですけどね。なんか早く寝たらさ、その分遅くになんか起きてしまうんですよね。逆に。なんでだろう。アイス食べてるの。そう、明日は七夕ですね。願い事考えとかないと。そう、早寝遅起き。なんでだろうね。うん、ぐっすり寝ちゃうんだろうな。確かに早寝したらぐっすり寝ちゃうんだろうな。明日カルピスの日なの。なんか嬉しいな。あ、そうだ、今日はね、私の大好きなピアノちゃんの日だったんですよ。ピアノちゃんおめでとう。明日？そう。おめでとう。いいいいいい。そう、りねちゃんがなんかそう送ってくれた。いつものやつ、ピアノちゃんに。ピアノちゃんね、いるもんね。ピアノちゃんがいるから。ピアノです。これ自分で買ったんだよ。ピアノちゃんがサンリオショップ行って、ピアノちゃんがいると思ってすぐ買った。横向き、超横横向いてるピアノちゃん。めちゃめちゃ横向いてるんだけど、可愛いよね。このぐらい。このぐらい向いてる。ちょっとありえない角度。そう、ちょっと角度が。ちょっと角度。真似してみた。そうや、どっち。こっちこっち。そうそう、かわいい。そうで、りねちゃんが送ってきてくれた、なんかピアノちゃんと何かのコラボみたいな、なんかりねちゃんが好きなメゾンドフルールみたいなやつとコラボしてた。まさかのこのピアノちゃんが。嬉しい。大抜擢です。ピアノちゃんの時代が来てる。ピアノの時代来てるよ。そうそう、りねちゃん、シナモンくんはじめサンリオが好きだよね。そうね、そう、
買おうかなと思ったけど、結構結構おーみたいな感じだった。カートに入れるおーみたいなちょっともうちょっと考えようみたいな感じでした。うん、まあそりゃそうかみたいな感じだ。うん、かわいい。そう、結構でもなんか今日記念系好きだからさ、うんって感じですけどね。そういえばなんかこれマッチしてる、いつの間にかピンクで、え、なんかマッチしてる。まさかのマッチ。首の角度クッキー、蝶ネクタイの人、真実はいつも一つ。やばいやばい、ちょっと物化けしちゃった、どうしよう、やばいやばい。ちょっとピアノちゃん面白いな、ピアノちゃんやるね、面白いこと思いつくね、すごいよ。いやすごいよ。きちねさん、恵比寿さん、けんたろうさん、あきじいさん、とっしーさん、みつるさん、お、くま、ありがとう。じゃあぜひともピアノちゃんと一緒に。くま、ありがとう。しんじさん、りんさん、まさとしさん、きっくさん、ゆうさん、たかおごんやん、まさとしさん、メガバイトさん、たかおごんやん、ん、りゅくとさん、せいちゃん、あおちゃん、ありがとう。高尾さやか。え、ピアノちゃん、あ、違う、ピアノちゃんは羊。え、
でも私ピューロランドに行ったことがないよ。ピューロランドに行ってピアノちゃんに会いたい。なんかよく見たら結構正直な目をしてるんだね、ピアノちゃんって。まっすぐな目してるね。ちょっと この目すごい正直な目してる、よく見たら。ピューロランド行きたい。黒目大きい、確かに黒目しかない。茶色の目だ、一緒だ。そう、ピアノちゃんのさカチューシャさあるよね、多分。カチューシャしたい、ピアノちゃんの。いつか行けるかな。行きたいな。ね、リネちゃんと一緒に行こう。リネちゃんはシナモンくんが好きだから。リンちゃんとも行きたい。そうだね、コラボでなんかいろいろありますよね。いつかいつか行きましょう。でも結構ディズニーランドとかも行きたい。ディズニーシーとかユニバも行きたいし、ハーモニーランド、ハーモニーランドもない。そう掃除して綺麗な心になってる。サーヤンはサンリオにもいそうやし、アベンジャーズにもいそう、やばい。そうなの。フリーちゃんからめちゃめちゃシナモンくんに似てるって、そう、マリナさんからもシナモンくんに似てるって言われる。いつかシナモンくんヘアにしよう。ユネちゃんもしてたよね。あー、ジブリの美術館も行きたい。そう、なんかどこだっけ、ないあるよね、ジブリの美術館みたいな。町がどこだっけな、なんか素敵な名前だったような。そう、三鷹だ、三鷹。三鷹っていいのかな。かわいいです、ありがとう。そこも行きたいな。行きたいとこたくさんだな。予約必要。そうなの。あ、ムーミンの森もね。そう、ユニバがさ、鬼滅がなんかコラボできたみたいな、ありますよね。レプタのロボット兵がいるって、めっちゃ見たい。
もう私ジブリのそのグッズ屋さんでもすごい盛り上がってしまうんですよね。あのね、そのバルスのさ石あるじゃん、あれを見ただけでもすごい盛り上がって、お母さんに見て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 でもお母さんあんまり知らんでからおーみたいなみたいな感じ、石飛行石飛行石みたいなそう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 、飛行石があってそうなかなか帰らない結構居座る人、やばいやばい、あともう少しで話終わるね。憧れだよね、キッザニアとかも楽しそう、欲しいよねペンダント、なんか知らないけどすごい欲しくなんですよね飛行石、いつ使うんって感じだけどそうめっちゃはしゃいでるとかなんかこのトトロのいろんなフィギュアみたいな見て、あこれはあの時のトトロで、これはこの時のトトロでみたいな売ってる売ってる、びっくりしたもん。あとジジとリリーがおって、ヌコバス乗った時、ヌコバス乗れるの？今なんか顔なしのさ貯金箱あるよね、こう顔なしがこうしてて、そこにさこうなんか10円玉か何か置いたらそれを食べてくれるんよ、顔なしが、あれすごいよね。ネコバス乗りたい、名古屋にメイドさつきの家がある、へえ、そうなの、そうそうパクッ食べるね、結構そう前からある、しかも結構いろんな場所にあるそうそう、いろんなとこに行きたいですね。いろんなところに行ってもいい日常になったらいいけど、そうそう金を出せ線を出せってね、ガーみたいな今はねちょっと難しいけどね、ね、行きたいとこって言ったら結構迷う時あるけどさ、こういう時めちゃめちゃ行きたいとこ出る、なんか今日眠そうな顔してるな自分、ね、日常が戻るといいね。じゃあ壇上読もうかなね、握手会とか私もしたいです、めっちゃね、左目めっちゃ最近左目めっちゃなんていうの腫れるっていうか、でも毛はもう生えてない、可愛いですありがとう、うんもう寝るだけです、読もうかな。How are you doing? Showroom. Thank you.今日の1位は吉平さん、
ありがとう。2位は四つ葉さん、ありがとう。3位は F 渋谷さん、ありがとう。4位は A ちゃん、5位はまさとしさん、6位はすいやんさん、7位は楽しい時間にゃんさん、8位はまいせんさん、9位はロックオンさん、10位はメガバイトさん、11位は高尾炭治郎さん、12位はリンさん、13位はみつるさんでした。きちねさん、大西くん、あおちゃん、たかおごんやん、さとるんさん、せいちゃん、しんじさん、かずさん、きっくさん、けんたろうさん、えびすさん、ちくわドーナツさん、なのさん、ずーさん、さてさま、かんてさん、がっちゃん、さんぱちさん、50アップくん、いくごぴょん、34位がのりふみさんでした。へい、おめでとう。いい答えが起きると思います。ありがとう。トッシーさん、クモハさん、よっちゃん、大地さん、リンさん、ヨシノリさん、ユイチさん、ミツルさん、エイちゃん、このありがとう、このハイビスカスみたいなやつ、ありがとう。エイちゃん、マサトシさん、お、クマだ、ピアノと一緒に、リコちゃん、ありがとう。なるみさん、ありがとう。ピアノちゃんだよ。そうそう、鬼滅のやつめちゃめちゃ行きたい。ユニバのなんか炭治郎のあの水の呼吸がなんか味わえるとかなんとか書いてあったような気がする。うん、ありがとうね、今日も見てくれて。よかった。そうそう、ね、大阪あの直接会って行けるけど、多分いには行かないと思います。そう、炭治郎の何か、うん、水の呼吸がなんちゃらみたいな。でもやっぱりそこに行くにはやっぱり鬼滅が好きなメンバーと行きたいな。ありがとう。でもきっとヒルナンデスとかでなんか特集がありそうだ。よいしょ。結構鬼滅好きなメンバーおるんかな。えーちゃん、せいやんさん、ありがとう。おやすみなさいです。そう、昨日メールで言ってたこの目のここが、そう、めっちゃ開いとるんよね。そうなの。誰も目、そうなの。
首筋。そう、でも最近気づいた、そのことに。なんか言われて気づいた。なんかその目頭メイク上手だねって言われて気づいた。それってなんだろうと思って。やったん。そうそう、意外と自分そういう目やったんやなと思って。でもそういうのって自分じゃ気づかないからさ、すごい。また来ました、ありがとう。あ、今日もありがとうございました、一日。今日は本当に有意義な時間が過ごせた気がする、いつもより。確かに猫ちゃんってここめっちゃあるよね。確かに、そういうこと。お疲れ様、ありがとう。あ、私今日豚しゃぶ作ったのに写真送るの忘れてましたね、メールに。あらま、ではでは、またね。うん、明日もこの時間帯ぐらいになると思います。バイバイ、おやすみなさい、ゆっくり休んでね。